本日紹介するカレーはこちら、キッチンジョイタイチキングリーンカレー。 RRCK 史上緑色のカレーにはまだいい思い出がありません。こいつが僕の心をしっかり包んでくれることを望んでます。相変わらず日本語では業務的な内容しか書いてない。だからどんなのが出てくるのか出してからのお楽しみ。チキンレッドカレーと比べると原材料ほとんど変わんない、色だけ違うんじゃないかなっていう感じはする。それでは行ってみましょう。 Please Dish up。見た感じは緑というよりは黄色、黄緑の黄色より具はレッドカレーの時と同じものが同じだけ入ってる感じ。それではいただきます。レッドカレーをマイルドにした感じ。キッチンジョイのレッドカレーと同じものが入ってます。鶏肉、タケノコ、そしてベビーコーン、輪切り、昆布みかんの葉。昆布みかんの葉はちょっと刺激強いね。ハーブのなんかもっとグッてくる感じ、鼻にグッて抜けるっていくよ。味は今日まで食べた3つの中で一番マイルドに、でも喉に食って後で来る感じだね。見た目は確かにちょっと緑がかってるんだけど、味にそれが出てるかって言われるとそんな感じはしない。どうしても具も作ってるところも一緒だからレッドカレーと比べる内容になってしまったけど、実際食べてみようと思ってる人はどっちかだけとりあえず食べてみたらっていう感じ。キッチンジョイ対チキングリーンカレー、こちらのバーディーポイントは20バーディーポイント。やっぱりレッドカレーの辛み、あれが全然嫌じゃなかった、むしろ良かったのにそれがなくなっちゃった感じっていうことでバーディーポイントはちょっと少なくなってます。今日のカレーもとってもビビカリー、僕の心はメタルトパウチ。